もしもし。あやめだ。テンダーのマスターに言われて電話してる。なんか用だって？また欲しい情報があるんだ。金はあるんだよな。もう紹介サービスは終わったぞ。いくらかかるかネタによるがな。そのネタ、あんた海藤さんには20万だって言ってたらしい。あ？1年前松金組が強盗に1億やられたろ。事件のその後が知りたいんだ。俺がその情報20万って言ったのか？そう聞いたよ。なら鮮度が落ちて今は10万ってとこだな。お？いいのか？情報量は適当に決めてるわけじゃない。俺なりの計算式があるんだよ。明日お前んとこの事務所に行く。金は用意しとけよ。もしもし。あやべだ。今お前の後ろにいるよ。勝手に人んち上がり込みやがって。それが松金組強盗事件の捜査資料。捜査資料だ。寝ぼけやがって。ヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。え？サツが大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。金は揃えてあるな。情報料10万だったよな。毎度。分かりやすいな。これ本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。得意な顔しちゃって。まずこれが松金組事務所の間取りだ。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。多分な。強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。でその死角で組員の頭を拳銃で殴って気絶させる。その時事務所は留守を預かる海藤が一人きり。午後3時松金組の事務所が一番手薄な時間だ。そして強盗は油断しきってた海藤に銃を突きつけ金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの海藤さんがあっさり。強盗は海藤に銃を突きつけた後天井を一発撃ち抜いてみせた。銃は本物となれば誰だって動けるもんじゃない。で脅されるまま金庫を開けた後は海藤も頭を殴られて気を失った。ここまでが事件のあらましだ。
話聞いてると強盗の手際が良すぎるな。ああ腕がいいのもあるがそれだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいたはずだ。それはそれとして、なんか海藤さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそうなもんだけど。さすがだな。ん？さて今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。さっき俺は事務所に海藤は一人だと言ったな。だが実際にはもう一人松金の組員がいた。え？東だよ。強盗が金を奪っているまさにその時、あいつもあの場にいたんだ。